カミナ、こんにちは、ズちゃんです。スンタンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。大家早安。早安。我跟文当最近终于要搬家了。もう全部ね、箱詰めしましたよ。大変だったんですけれども、まあでもどんどん引っ越しに近づくにつれてね、すごい期待もね高まりました。那在日本搬家要正式跟这个家道别之前呢，都会有管理公司过来确认住户有没有把家里弄脏啊，还是有没有哪里把东西弄坏。那如果有弄坏或不干净的话，可能就要付一些钱。所以我跟文当在搬家之前呢，都会给家里来一个超级大扫除。首先文当は本当すごいので、いつもめちゃくちゃ綺麗にやってくれます。いやあれでお金取られるのは嫌なんですよね。もうねすごい綺麗にしてから家を出ます。那我们两个今天大扫除的商品呢，全部都是从日本的乐天网站上面购买。那这是非常感谢乐天市场跟我们合作，让我们可以用乐天市场买的东西，好好把家里打扫一下。楽天はすごい便利ですよ。私はなすごい楽天を使ってます。楽天は台湾でも使えますので、ちょっと簡単に説明します。日本乐天市场是日本最大的网络购物平台，拥有上千万件日本商品品牌进驻。日本乐天和台湾乐天是同一个集团，但是是两个完全不同的购物平台。日本乐天拥有超过50,000家日本在地店家。主打多样化日本商品，而台湾乐天点数可以转换成日本乐天点数当日元使用。虽然有部分的店铺可以直送台湾，但是也有部分是需要使用转运服务把包裹寄到台湾的。なんか物を探すときにすごいね、楽天のサイト見てるとね、すぐ見つかるから、めちゃめちゃね便利なサイトだなと思う。大家只要注册成为乐天的会员，就可以使用同个账号来登入日本乐天的官方转运服务楽天 Global Express 来购物。收件地址填入转运公司日本仓库地址，商品送达仓库之后合并包裹，还有办理转运就可以马上收货。那除了日本乐天的官方转运之外，还有不少转运公司，大家可以比较看看，选择对自己来说比较合适的服务哦。那再来实际给大家看一下，我们两个到底这一次在乐天买了多少东西，然后来清洁一下我们家里吧。首先，我们两个买了大扫除专用的拖鞋，等等，我跟文章一人一个。最初なんだろうと思うよね。そう。あのゴミを集めることができるし、足も汚くならないです。しかもめちゃくちゃ可愛い。すごいね、一石三鳥ぐらいだね。私はフクロウです。僕ペンギン。じゃあ着替えます。こんにちは。こんにちは。暖かいねこれ。気持ちいいな。結構便利だね。ゴミも全部集めれるし。歩くたびに綺麗になるね。那我们两个还买了把手式的拖把，可以用这个把垃圾全部聚集起来，而且还是可爱的柴犬的图案。柴犬なんだこれ。ライオンだと思ってた。え、柴犬だよ。これがたてがみみたいな感じで。ライオンちゃん頑張るぞ。したらね、ここら辺のね、髪の毛たちを取っていきたいと思います。ほら、こういうふうにね、すぐに集めることができます。こういったね、埃もね、ほら、きれいに取ることができます。私たち今来てる声もできますよ。そう、同じです。やっほー。次の商品はお風呂まとめて泡洗浄です。この粉をお風呂の中に入れて溜めるんですよ。泡がいっぱい出るんですけど、風呂の時に座る椅子とかそこら辺のものを入れて全部一気にきれいにすることができます。そう、うちは今全部引っ越しで片付けたから今日はお風呂だけにします。よし、風呂場もきれいにします。这个用泡澡剩下的水，但是因为我跟文章现在没泡澡，所以我们两个就放新水进去。楽しみだな。しかもグリーンアップルの匂いって書いてあるから、いい匂いするんじゃないかな。あ、本当だ。いい匂い。グリーンアップルのいい匂い。泡も出てるよ、すでに。本当だ。シャワーをね、プシャーってすると泡立つらしいの。わ、本当だ。泡立ってきた。皆さん見てください。だなー。すごい泡だらけです。でこれで8時間から12時間置きますとすごいね綺麗にしてくれるんですよ。次はこの2つ、カビ取りです。これはね、あのシュッシュしてあのカビをね取るものなんです。こういうとことかって結構あのスポンジとかでも洗いにくいんですけど、こういった形で隙間とかに入れることができるので、すごいね細かいところも黒カビをね取ってくれるんですよ。この激落ちくんがすごい有名ですよ。みんな使ってます。じゃあまずこのねカビ将軍から使っていきたいと思います。しかもねこれ裏に書いてあったんですけど、プロもね愛用してるって書いてあるんですよ。これはすごい期待ができますね。汚い、恥ずかしいね。赤とかいっぱいあるね。いくぜ。わあ、噴射力があるね。この赤とかも取れるのかな。吹きかけてから10分から30分待つとすごいね綺麗に取れるということなので、少し待ってみたいと思います。さてカビ取り将軍10分経ちました。見てくださいよこちら、全部なくなったね。赤の赤がねいっぱいあったんです。それはね全部取れて、しかもね
黒カビもねすごいね薄くなったんですよ、うん、これ全くね擦ってないんですよ。いや将軍ありがとう。じゃあそしたらちょっと流してみたいと思います。このさすごいね。また行こう。いやね将軍いると心強いわ。次は黒カビくん。そしたらこちらのスポンジ濡らしましたので、こちらのね隙間のカビを取っていきたいと思います。取れるかな。おお。お、取れた。すごい。で、めっちゃ綺麗になってない？なってるなってる。こういったね、隙間とかもね、入ってやってくれると思うんで、すごく綺麗にね、保てると思います。下一个商品是鏡の曇り止め。塗るだけで鏡の曇りをね、防いでくれるみたいなんですよ。これはちょっと引っ越しじゃないんですけれども、ちょっと気になって購入しました。次の人が気持ちよく使えるということがね、やろうかなと思います。これはね、次の人もね、嬉しいよ。あれなんかうちの曇りづらいよね、みたいな。次の商品はこちらです。じゃじゃーん。開けました。この後ろの部分見てください。一つは大きいとこよ。これは普通に見えるものなんだけど、面白いのが細かいとこも掃除できるようにもう一つあります。普通に打てるものちょっとでかいもんね。そう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 。これなら細かいとこもいける。キッチン入りました。こちらね、激落ちくんシリーズ2連発です。ここ物を置いたのですごい汚いんですよ、ね、普段全然気づいてなくて、整理したらあ汚いと思って。こちらの商品で落としていきたいと思います。水の激落ちくんアルカリ電解水 100% クリーナー、こちらの汚いところにシュッシュして、その後にこちらの激落ちくんでね、シュッシュシュッシュこすってきれいにしていきたいと思います。わあ。もう見てわかるよね。もうね、さっとあんまり力も入れてないんですけど、さっとやっただけでこんなもんです。もうちょっと細かく綺麗にしていきます。こんな綺麗になりました。いやすごい、もうピカピカ。こっちよりも綺麗になっちゃった。本当だ。文章之前在熊本后也是这样，搬出去之前真的超级认真在打扫，我就觉得很敬佩他，就觉得住文章住过之后下一个房子的人很幸福。はい、次はこれです。この綺麗になったさらに上にね、こちらの重曹の超圧ウェットシートをこう拭き取って、もう完璧に綺麗にしたいんですよね。これねすごい厚手でね、使いやすいんですよ。いや綺麗になるね。こういった端とか取りにくいところはこういうウェットシートを使うとね、より取れますんで。このシュッシュと同じ成分が入ってますので、まあ逆に言えばこれなくてこっちのウェットシートだけでもいいんですけど、私は2段使いよりよくね使ってます。でねーん、完成しました。うわー、ピッカピカだ。本当に特に見てください。もう錆びてた部分がもう全て取れてます。もう完璧です。続きましてはこちらのクイックルワイパーとフローリング、リビング用のシート、あとこちらはね、細かいところをきれいにしていくといったものとなります。こちらの方はエアコンのね、こういったね、ところとかをすごいね、きれいにしてくれるものとなっておりますので、まあ、こちらも使っていこうと思います。日本の乐天他们上面呢有非常多日本制、然后还有日本才有这种限定样式、像这个鬼灭包装就是期间限定、所以如果大家喜欢日本的动漫啊、还是日本制商品的话、都可以参考乐天。一打开里面就有鬼灭贴纸、这小朋友一定超级爱。うちは正直に全体的に汚くないんですけど、でも次の人が気持ちよくこの部屋を使っていただくように、私とウェンダンはいつもこうやってきれいにします。さっきプーちゃんクイックルワイパー使ったから、私最後仕上げていきたいと思います。お、やっぱね、このシート使うとね、床がピッカピカになるんで、すごいね、次の人がね気持ちよくなるんじゃないかなと思います。下一个商品是这个。これも本当にこのサッシの汚れを取ることに特化したものなんで。もう日本は本当こういう便利な小物がいっぱいあるんだよね。ねえ。这也是可以清洁到一些平常清洁不到的地方、像是这个里面部分。こういう細かいところをね掃除できるっていうのがね、めちゃめちゃ便利なんですよ。わあ、たくさん取れました。こういうところ取らないもんね、自分で。でも文道さん已经打扫完了、富ちゃんいつもありがとうございます。いえ、こちらこそ。サプライズとして、プレゼント買いましたよ。え、何？ちょっと待ってください。ドン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 
なにこれ。これ入浴剤です。すげえ。ふーちゃんへのプレゼントです。ありがとうございます。開けてみてください。はい。这个我也是在乐天上面买的。上面有非常多入浴剂的种类。我这次好像是挑日本有名的温泉入浴剂。幸せは毎日のお風呂から。いや確かにね。大家看我在跟店家买的时候，还有请他们帮我做这个庆祝我们要搬到新家。天啊，大家看，感觉有很厉害的很多入浴剂。然后呢，我自己觉得它的这个很特别，就是还有沐浴盐。然后它里面还有个附一个很酷的是世界遗产熊野古道的入浴木 hinoki。お風呂に浮かべるとヒノキの香りが広がります。まあ確かにヒノキの香りって結構ねいい匂いなの。谢谢るちゃん。开心吗？开心。你开心我就开心。好，那我跟文章今天在影片里面用的所有的商品都是从日本的乐天上面购买。现在日本的乐天他们有举办一个 Super Sale 的活动，活动期间是2022年的3月4号到3月11号，有很多优惠券，而且点数最高可以享 19% 的点数回馈。有兴趣的人呢，大家都可以去日本的乐天官网上面看一下下。那台湾大家要购买的话，应该很多人都会使用转运服务，转运公司都会推出不同的期间限定优惠，他们是最高的话可以省4000日元的国际运费，4000日元真的非常的多，差不多台币1000块吧。详情资讯大家都可以参考各大转运公司的官网。那谢谢大家看我跟文当今天这一支影片，我们两个终于要离开现在这个家了。次の新居でもいろんな動画とか私と文当の人情生活も撮っていきたいと思いますので、その時また皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやめっちゃ楽しみ。ね、この家で作った思い出ね、みんないつも共有してくれてすごい嬉しく思います。この家にはバイバイにしましょう。名残惜しいけどありがとうね。ありがとうございます。好，那我们就下次影片再见。谢谢大家，再见，拜拜。バイバーイ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても、お祭り